皆さんこんにちは、ちゃんたいです。はい、ということで、近野さんマイライフ、今日もねやっていきたいと思います。前回までオープン戦やったので、今回から、シーズンが開幕というところになります。でまず設定についてなんですけど、ひとまず、ランナー操作は盗塁チャンスのみプレイにしますが、またね進行具合によっては、プレイしないにするのかお任せでプレイにするのかちょっと変えていこうかなと、臨機応変に。まあ、最初は代打の出番が多いと思うんで、まあ、そんなにね、出塁、ランナープレイしてもそこまでテンポも悪くならないと思うので。はい。で、守備は一応プレイしないですけど、一動画あたり1回ぐらいはプレイしようかなと、守備プレイもやっていこうかなと、思ってます。はい。そして、能力強化項目に関しては、弾道をちょっと3に上げようかなと思います。まあ、ちょっと弾道はそんなに簡単に上がらないと思うんですけど、はい。まあ、とりあえず3を目指してやっていければいいかなと。思います。ミッションまだ何も発動してないですよね。はい。開幕戦で、まあ、もちろん、近野さんは自走者ですが、チームのね、乃木坂メンバーをどういう風にして起用していくかとかは、設楽監督次第なんで、ちょっとどういうオーダー組んでるのか、まあ、特にこの開幕戦ですね、気になるところではあるんですが、はい。じゃあ早速やっていきましょう。最初は、タイガース戦ですね。はい、タイガースとの開幕カード。ね、はい、開幕戦勝ちたいですね。まあいや、そう、なんか、ね、二刀流、まあセ・リーグだから DH ないから、まあ3番で起用してますけど、なんか二刀流っぽい使い方してますね。でも調子絶不調で、あとは別にそんな、いや、そっか、ライトでランゼちゃん使ってますね。これはちょっと意外だったな。なるほど。でもこれ、なんか、まあまあ、はい。こんな感じなんですね。ちょっとまあ、5番ぐらいまでは、まあなんか自分もこういう打順組みそうな気がしますけど、はい。まあなんかちょっと6番以降はちょっと意外な感じもちょっとしますかね。まあ、ダンゼちゃんが一番ちょっとびっくりしたかな。はい。じゃあやっていきましょう。あ、これ、組ですよね。はい。すいません。その他設定とかは特に、この辺ってもう知ってますからね。はい、大丈夫ですよね。いよいよプロ野球ペナントレース、セントラルリーグの開幕です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース。1回戦の模様を、まあ、開幕戦なんでここも見ます。まあ、開幕戦終わったらもうほぼポンポンスキップしますけど。タイガースの先発は右の西、この両投手の先発が発表されています。ちょっとですね、強い規制がやっぱり他の規制に比べてちょっと能力が落ちてる、違う、低いので、4規制使ってくれるかなってあったんですか。あ、来た。ユンちゃん使ってくれてたんで。あ、負けてますね。ワンアウトランナーなし。西投手。すいません、さすがにね、いや、これね、本当はミートで打った方がいいんですよ。うん。あ、第2打席持ってきましたね。やっぱり、2点差で、じゃあここはホームラン狙う必要ないかな。はい。ちょっとやっぱり開幕戦なんでホームラン狙いたくなったんですけど。やっぱりね、ホームランも打ちたいんですけど、やっぱり最初は、よし、オッケー、ナイスバッティ。これはちょっと二塁難しそうですね。やっぱり結果をね積み重ねていくのが大事なんで。結構大事な場面ですね。これは抜けるでしょ。よー、ナイスバッティ。これはちょっと無理する場面じゃないんで、点差が2点差なんでね。はい、ホームは。よし、いいんじゃないですか。負けましたか。これ、やっぱり、近野さんの活躍大事になってきそうですね。うん。やっぱチームをね、勝利に導かないといけないですから。なかなかやっぱ簡単にいかないですね。結構、西投手に抑えられたかな。あ、てか、すごい。ほっちゃん
開幕戦、高橋由伸選手みたいですね。開幕戦で先頭打者ホームランを打ってますね。なかなか厳しい試合でしたね。球ちゃん結構投げてますね。はい、お、電話初ヒット打ったからですね、スーパールーキー。じゃあ、こういうしましょうか。じゃあ、川岸行ってみますか。じゃあこれしてみましょうか。釣り、あ、竿がいるんです。あ、他球団の選手と会いましたね。なるほど、あれ乃木坂メンバーだけじゃないですね。あ、そっか、確かにマイライフってこんな感じでしたね。はい、じゃあどんどん行きましょう。あ、結構、あ、今日アスカちゃんが先発で結構打順いじってますね。しかも今回はヤンちゃんが先発と。あ、ちょっとね、いろいろなんか4期生枠みたいになってますね、レフト。次の試合セイラちゃんだったらもう完全にそうですけど。明治神宮野球場、お、いいですよ、勝ってますよ、 OK。 あ、これは多分今日1打席かもしれないですね。能見投手、能見投手は球種わかるかな。いいんじゃないですか。 OK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 、 これバントあるかな。デンちゃんのフォーム的にバントしそうですけどね。うん、バスターのフォームなんで。これは、はい、ちゃんとこれランナー操作ちゃんとしないといけないですからね。はい、あ、ここバンドでしょうね。あ、これダメ。ちょっと走りたいですね、こういう状況になったら。じゃあホームラン開幕戦打ってたんで期待するってのもありですよ。お、いいですよ、これは三塁は難しい。よし、先ほどヒットを放っている。あ、もう。よし。お、あ、惜しい。ナイスバッティングでしたけど。お、勝ちましたね。オッケー。見事な完封勝利。お、すごい。さすがだ、完封。いやー、やりますね、やっぱね。乃木坂メンバーがどんな成績残すかっていうのもこのマイライフのね、楽しみの一つでもあるんで。こんなロースコアのゲームなかなかね、ペナントではなかったんで。はい。楽しみですね。ちょっと乃木坂メンバーと、あ、変わるし、これまだダメ。あ、ショッピングモールに行かないといけないですね。あ、これ今あれか、タイガースと試合してるから合うんですね、タイガースの選手と。うん、あ、なんかやっぱり1番から5番のメンバーは結構固定されてますけど、下位打線はちょこちょこ、あ、違う、今日ラーズちゃん先発すごい忙しいですね。すごい。今のところ一番二刀流してますね。うん。1試合目と2試合目、外野で出て、今日先発と。なるほど。面白いな。設楽監督の起用方法が、あ、これもいい試合。お、いいですよ。OK。6回裏か。これ、もしかしたら2打席回ってくるかもしれないですね。ちょっと強振でも打ちたいけど。ストライクか、今の。いや、厳しい。お、いいじゃねえわ、今野さんすげえ。お、しかも3塁行きましたね、ナイスラン。これはね、いい活躍した。お、マッチュン代打。お、いいスイングですね。
ライナーバック。これで2アウト。ランナーは1塁3塁変わりません。第9投げた初球を打ちました。追加点欲しかったですけど、でも続投みたいですね、タンゼちゃんね。あ、第2打席回ってきましたよ。ここも大事ですよ。うん、このところかなり打率はいいんで。今のシュート回転してますね。うわー、フォークか。いや、今多分入ってるんだよな、今のコース。あー、ボール、これ完全ボールだった。しまった。ちょっと、あ、でも勝ちましたね。はい、いいんですか。開幕カード勝ち越し。三振しちゃいましたけど、一本、ヒット一本。あ、さくちゃんから。こういうのがね、いきましょうか、じゃあ。あ、これ、こういうリストにね、ちょっとさくちゃん攻めていきます。あ、設楽さんとも電話できる。あ、ゆんちゃんとも電話できるんだ。あ、そっか、一回会ってますもんね。ちょっと、麻雀、趣味麻雀がちょっと面白いですね。あ、これお金なくなるぞ、こんなことしてたら。うん、毎月どれぐらい入ってくるんでしたっけ。ちょっとお出かけしますか。ちょっとこういうリスト増やして。これなんだろう、能力研究所って。こんなんありました、お前。ちょっと商店街行きましょうか。チャンスいけるかな。あ、いけないか。歩いてみます。金が結構ん、3のつく日、7のつく日。あ、この日に行けば多分いいんじゃないですか。3のつく日と7のつく日に、そんな感じがしますね。ちょっと意識して行ってみましょうか。じゃあ路上行きましょうか。あー、乃木坂のメンバーいないっす。あ、なので堂林選手がね、今シーズン調子がいいんで、ちょっと はい、じゃあ、カープとの試合ですね。ちょっと普通にピッチャーを9番以外で使うって感じ。あ、これ開幕戦のオーダーと似てますね。うん、なんか上位打線は結構固定してますね。うん、これ外野の、もし今野さんがレギュラーになったら誰と、やっぱラーメンちゃんと変わりますかね。ヒューソン投手は分かる。ワンアウトランナーなしという場面で今野投げた。ヒットボールが結構鋭く曲がると思うんで。投げた。うん、第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。ストレート。あ、振り遅れてる。少し迷ってた。投球これから5球目。うん、めっちゃ打ちますね。でもなんか右方向への打球が非常に多い気がしますけど。うん、これ抜けるんじゃないですか。わー、すごい、同点ホームラン。これは大きいですよ。うん、やっぱね、今野さんの個人の活躍も大事なんですけど、チームをね。だからこれ今野さんのヒット大きいですよね、今の。あ、これサヨナラのチャンスですよ。サヨナラホームラン狙っちゃいますよ。あの菊池投手、あ、あんまり能力高くないな。第9投げました。初球の、うわ、シュート結構回りますね。見送りました。やっちゃった。キャッチャーの頭上。なんでこれで3アウト。
捉えたいボールでしたけど、あ、でもサヨナラ、まあ、バックス、そっか、ごめんなさい、先行とここを勘違いしてました。いやー、悔しいなー。今みたいな試合だと普通にね、今野さんの活躍大事になってきますからね。あ、サーちゃんか、4期生バカっすねなんかかもられてる気がしません飯に行っておごりまくって、あ、大事な場面での代打、なるほど。あ、じゃあちょっとこれミッション、あ、ですね、はい、ミッション発動しましたね。ちょっと見ま、あ、来ました。期間中に合計で4安打以上、はい、これね、まあ、10試合で4安打、まあ結構そんなに簡単ではないですけどね。頑張りましょうか。これはね、達成したい、あ、とか、さすがにジャンスをいけるようになった、まだいけないか。アーツハウス、あ、まだいけない、はい。やっぱペナントと違ってね、なかなか勝てないから、あ、サクちゃんですね、先発。うん、先発ピッチャーに関しては多分やっぱ能力が高い選手を使ってる感じはあるんで、ローテーションもなんかいいですよ。よし、来ました。お、確かにいい場面ですね。追加点が欲しい場面ですからね。ここでね、打たないと。第9投げました。あ、タイピン F 持ってるんで。第2球投げた、おお、投げた、第4球は、うん、投げた、よー、ナイスバディ、オッケー。これは貴重なね、松山選手がセンター守ってますね、多分。さらに1点追加、4対0。では改めてリプレイをご覧いただきたい。初打点ですよね、これ松山選手ですよね。うん、いや、このタイムリー大きかったんじゃないですか。なんかチームもね、勢いに乗ってる感じがするんで。なんかあの右上に広島対ヤクルトライブって書いてる、なんか本当にテレビ見てる感じしません？うん、あ、これ参りましょうか。松山選手そんな肩、よし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 、あ、肩も強か、いや、そんな強くなかった気がするんだけどな、勘違いかな。あ、第2打席、あ、これミッションもあるんで非常にね、大事な場面です。第9投げました、早いな。第2球、バントするってのもありかな、さすがにそれないか、点差もあるんで。第3球を投げました、打ちました、西川バックめっちゃ打つ、本当にライトバックホーム、今度いいバッティング、いい仕事してますよ。おっしゃ、第3打席も回ってきましたね。これはね、ミッションが4安打打てばいいんで、これいいですよ、3打席1試合に回ってきたら。第9投げました、決まったストライク、いきなり151キロ、1球目ストライクからストライク、わ、ストライク厳しいな。5球は3球目投げました、うん、打ちました。第4球は、うん、あ、これファールがいいな。あ、落ちるかな、あ、惜しい。あ、ちょっと最後点入れられましたけど、あ、でも5安打完投いいですね。これ今投げてる先発のメンバーを考えると、先発ローテ的にはかなりいいピッチャー投げさせてるんで、設楽監督がそんなに大崩れしないんじゃないかなと思うんですけどね。これね、今野さんお金なくなるよこれ完全にもう財布と化してますねあ、ちょっと待って、75万円でしたお金。あ、じゃあ大丈夫かな毎月。いや、そうでもないか、今のペースで使ってたら。あ、なんか新外国人選手獲得したみたいですね。今のペースでやってたらお金なくなりますよ。ちょっと、海岸行ってみました。
選手、なかなか乃木坂メンバーと会わないですね。竹浦の選手と会うな。うん、あ、まゆちゃん先発ですね。うん、なんかやっぱスタメンある程度固定されてきましたね。うん、レフトが毎試合変わってる感じだから、これもしかしたら今野さんレギュラーになったらレフトに入るかな、この感じだと。うわ、結構緊迫したゲームですね。3球目投げた。嘘だよ、ボールでしょ。うん、打ちました。ナイバッチ、オッケー。これで3アンダーですよね。あと1本打てばミッションは達成ですね。いいですよ、これかなりいいペースなんじゃないですか、これまでのマイライフの中でも。うん、見事勝利です。いや、先発がね、いいですね。これ圧勝しようかな、もしかしてペナント最初どうなるかなって思ったんですけど、6試合連続安打、確かにずっとヒット打ってますもんね。しかも全部代打で。ジャイアンツ戦いきましょう。まあでもね、今ね調子がまだいいんで、いいんですけど、調子がねどんどん下降線たどっていくんで、あ、一周しましたね、ローテね。はい、ああ負けてるけど、ああいい試合、あ、来ましたね、ランナーなし。菅野投手か。あ、ワンチームないっすね。あれ、なかったでしたっけ、2018の最新版でも。あ、フォームがちゃんと新フォームになってません、ね、菅野投手今年の見てください。よしか、よっしゃー、4アンダー目。しかもね、これ試合展開的にも大きいんで、これランナー操作もね、大事になってきますよ。あ、くしおちゃん代打、これバントかな。あ、打たせですね。あ、ここでバント切り替えましたね。打球判断しっかり。あー、バスターだったんですね。これね、ランナー操作、これ実際の方が、やり、あの、やばい、実際の方が簡単ですね。これ、こう打球見てボタンを押さないといけないじゃないですか、進塁するか帰塁するかって。それがこのボタンを押す間と実際はね、もう頭がで瞬時に判断して体が動くんでいいんですけど。おお、こういうのはね、今のとか結構難しい。ここはね、ツーアウトなんで、すごいベンチの人一斉に目線が面白いですね。こうからの、ふいみたいな。一塁牽制、一塁達成。設楽監督の左にのあれ、ランゼちゃんですよね。いい位置にいます。まあ、今のところ起用法を見る感じ、主力になってますからね、このチーム。だからあの位置にいるのかな。お、あ、第2打席回ってきましたね。4本ヒット打ったんで、最後の投手は球種分かる。ちょっと狙っちゃいます。あー、ツーシームって分かったんだけどな。これでワンアウト、ランナーはありません。あ、やばい、デラノサ降板。これはどうしよう、ヒット狙った方がいいかな。いや、ちょっと長打狙いたいかな。一発も持ってますからね。球もそこそこ速いですけどね、高木投手。ストライク、今の嘘、ボールに見えるんだよな。あ、ちょっと動いてる、真ん中来ないかな。あ、今のはボールかな、どこなんだろう。あ、今さすがにボールか。これも動いてるけど、イエス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 、二塁打だったら OK。 あ、初長打ですねこれね。はい、いいですよ、これ大きい。あ、これどう、設楽監督が、あれ、ランナー操作なかったな。あれ、なんでだっけ。あ、そっか、え、なんでだろう、盗塁のチャンスだから
ラマとかあるかなと思ったんですけど、あ、でも勝ったの大きいですね、これね。コンノさんがめちゃめちゃ、あ、スタメン来た。状況に実際も考えてる。お前が守りたいポジション、あ、これな、どうしよう。ランジちゃんライトでしたよね、さすがにな。まあ全然二刀流で出てもらってもいいんですけど、これ他にもね野手のメンバーたくさんいるんで、ライトにしましょうか。じゃあ、はい、だったら多分ランジちゃん、あ、そうですね、はい、まあランジちゃんピッチャーで投げるっぽいんで、うん、野手だけの起用法だったらちょっと迷いましたけど、これミッションはもう大丈夫ですよね。はい。だから今ミッション何も発動してない状態ですね。あ、3番ですよ。3番ライト。いきなりリーダー順で起用してもらいましたね。さあ、ちょっとね、これスタメン、またね、これ代打の時も結果残すの大事なんですけど、まあ、スタメンでも大事ですね。でも打席数は増えるんで、しっかりね。まあ、サンチェス投手。あ、そう、このね、パワーカーブっていうのがね、今回のパワープロから実装されてるんですよね。どんな変化するんだろう。じゃあ、1球見たいっすね。第1球、投げました。おぉ、チェンジアップ。まずはインコース高め。さあ、次の投球。あー、なるほど。あ、でも、なんか、投げました。ドローカーブに似てるかな、ちょっと。次が4球目、投げました。おお、でも球速が結構ありますね、やっぱりね、パワーカーブなんで。投げた。あー、いい当たりますけど、ここはうまい守備に阻まれ、お得意の右打ちになったんですけどね。ワンアウトランナー1塁、ワンアウトランナー1塁という場面、ぬん、あ、やべ、ファル。あー、ごめん、これ、ランナーって操作できるのかな。キャッチャー大城選手ってそんなに、あ、でもビンか。まあでも、ちょっと狙ってみようかな。あ、操作できない、ダメだ、自分の操作だけですね。あー、やばい。あ、おー、ちょ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 、ナイスバティ。なんか同じようなヒットばっかですね。うん、これで2打数の1安打。見送ってストライク。第2球、これは落ちるでしょ。おー、打球が転がっている。あ、やばい、ボロそうだ。結構思ったよりすごい、リプレイで思ったよりすごいボロされてきた。しまったな、今のは判断ミスですね。今日は安打を放っています。結構こういうミスね、今は今2対1ですけど、結構大きいですからね、今のね。投げた。あー、ちょっともう一本ヒット打ちたいところですね。うん。今日はここまで3打数1安打1三振。今のボールか、さすがに。次は4球目、投げました。あ、ボール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 、危なかった。投げました。ストレートをさあ6球目、投げました。うわ、結構、あ、さあ7球目、ビッタビタ、もう多く球数を投げさせています。うわ、ナイスカット、危ない。よしよしよし、今のは入ってると思うんで。うわー、ナイスバッティング、 OK。 めちゃめちゃ打ちますね。よし、これノーアウトなんで、よし、 OK。 この勝利は大きいですよ。うん、しかもあれですね、先発投手一周したんですけど、各規制でちゃんと使ってますよね。各規制から1名ずつは、うん、そうですよね。うん、あ、いないな。ちょ、電話でもしてみます。じゃ、さっきさくちゃん、じゃ、さあちゃん行きますか。
まあ、1、2、3、こんなもん結構やった気がするんですけど、はい、あ、スタメンですね。はい、ですね、かなりいい感じで来てますね、今野さんの、うん、自走車の面に関しては、まあ、ちょっと今ヒットを結構狙ってるからまだホームランとか長打ないですが、あんまりいい感じですよ。投げた、外れた、ボール。第2球、投げた、ボール、縦のスライダー、ボール。第3球、おー、ちょっと、レフト方向のヒットって今までありましたっけ？なんか珍しい気がしますけど。あ、でも田口投手だから。ちょっと、いやー、多分変化球中心持ってる気がするんで、それできるかなと思ったんですけど。ワンアウトランナー一塁という場面。なんかですね、今回のこのペナント設定は球速レベルやや速い、やや速いにしてるんですよ。あの以前までやってた。出た！よっしゃ！初ホームラン出ました！記念すべき初ホーマー。やばいな、これなんか結構スタメンすぐ勝ち取れそうですね。でもね、正直どうですかね、まあ、でもな、結構今野さんの活躍結構効いてる気がするんで、うん、まあ、これも大きいですよね、この一発もね。あー、逆転されてる。スワローズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは今野、今日2打点を挙げています。あー、今の打ってよかったの、多分今の第2球振ったらね、右方向にパーンって投げたっていったと思うんですけど、あ、で、話の続きなんですけど、あの球速レベル一緒なんですよ、あのやや早でなんですけど、なんかちょっと早く感じるんですよ、カープの2018より同じ設定なのに。あ、また逆転、すごいシーソーゲームです。スワローズリードで迎える6回です。今日2本のヒットを放っている今度、ボール投げました、ぬん、うわバックしていった、余裕があります。めちゃめちゃ甘いボールだった今。これで3アウト、6回の、やっぱスタメンだとね、5打席回ってくるんで、いいですね、5打席ぐらい回ってくると、かなりね、気持ち的にも楽にね、ダイヤと違って、あー、抜けないか、抜けるかと思ったんですけど、でも2本ヒットってホームランも打ってるんで、評価が下がることないと思うんですけど、っていうか、強くないですか、このヤクルト。強いな、あんまり開幕戦終わった時どうなるかなって思ったんですけど、ピッチャーがいいからな。ちょっと怖いのは、アスカちゃんから。よし。さあ、ちょっとね、お出かけももうちょっとしていきたいですが、ちょっと商店街、ジャンソー行けないかな、まだ。あ、不動産屋。あ、まだいけないか。ダーツは人呼べるかな。あ、まだですね。これ、結構。わ、ひどい。あ、仲間と一緒に遊べるようにって書いてませんでした、今。うん、今度からできそうですね。はい。はい、じゃあ早速行ってみますか。やっと出てきましたね。誰行きましょうか。迷いますね。じゃあ、同郷のももちゃん。はい。あ、同郷って今野さんと同郷だけじゃなくて、すいません。自分と。ももちゃん出てないですよね、試合。確かオープン戦の時いたような気がするんですけど。ラジコンサーキットまだ行ってないっすね。今、そうですね、じゃあ結
構時間経ってるな。走塁まですると時間かかりますね。じゃあこのドラゴンズ戦まで今回やります。ちょっと中途半端ですけど。で、この3試合目ですか、このカードのは、ちょっと守備操作もやろうかなと思います。かなりね、今回の動画活躍できてると思うんで。ワンアウト1塁。思ったより9試合やったんですよね、今。結構時間かかってるな。やっぱり走塁操作、ああ変えた方がいいかな。盗塁っていうよりは、勝ち越しのチャンスの設定があったような気がするんですけど、勝ち越しのチャンスの時に、あ、やべ、走塁だけ走塁操作するみたいなのがあったと思うんですけど、今はちょっとまだノーヒットっていうのがないんで。あ、祖父江投手は球種わかるかな。眉毛がすごいっすね。うわ、惜しい。うわ、すごい、別に危ない危ない危ない、食らいついたな今。ぬっぽ、いいですか。あー、おー、よかった。これどうなるんだろう、評価。さすがにヒットと同等の評価にはなんないと思うんですけど、このままもしヒットが出なかった時です。走塁操作で時間食ってんのか。打球判断がね、本当に今みたいな当たりが一番難しいですね。今のはなんかサードに取られそうな気がしたんですけど、もうちょっと、打球が飛んだ時の判断がね。あ、正面か。いい当たりでしたけど。あ、ダイヤの時待ってきました。ちょっとヒット打ちたいな。あ、待ってる投手もわかるかな。うそー、やばいっす今の。あ、やっぱヒット出なかった。いや、っていうか強くないですかこのチーム。あれちょっと、なんか別になんか他のチームに比べてパワー A の選手とかもいないですし、これスタメン外されるかな。あ、調子が普通になった。これあれかな、今試合で活躍してたから調子が下がっていくペースがなんか遅かった気がするんですよ。調子の設定も調子バイオリズムにしたんで、試合の結果がね、影響すると思うんですけど、ちょっと監督に電話かけてみます。評価上がったりするかな。これはやめよう。世間話してみましょう。なんかちょっとなんかちょっとやらしくないですか。やらしいですけど。あー、やっぱスタメン、いや、きつくないですか。1試合ヒットなかったらスタメン外されるって。いや、でもね、いや、でも、うん、ちょっとやっぱ1本ヒット打っとかないといけないですね。代打で出番があればいいんですけど。開けましたね。スワローズリードで迎える。いつま投手代打で出ましたよね、あの今年。はい、それを思い出してしまいましたね。あ、落ちて、お願い。
あー、ダメか。やばい、ちょっとヒットが出なくなってきた。もう一打席回…いや、そっか、今勝ってるから。おー、来た来た来た、よし。スワローズダメ押しのチャンス。遊べ投手。ワンアウトランナー一塁二塁という場面。はい。第2球投げた。落ちて、お願い。よーし、よし、よし、よし。あ、でもちょっとこれは痛いよ。いや、てかあれなんですよ、盗塁操作、あ、盗塁じゃない、走塁操作ってコンピューターがやってるから、今の音ちょっときついな。今ヒットですもん。だってこれでね、評価下がっちゃうの嫌ですね。今のがなんかちょっとプロスピみたいじゃないですか今の。なんか本当にプロスピだったらしょうがないなってなるんですけど、プロスピっていうかプロスピエースですね。うん、ったらいいんだけどな。じゃあこっちはいきますか。なんかダーツばっかりうまくなってますね。はい、じゃあこれ今日最後の試合にします。でお任せプレイして、あ、スタメンですね。あ、でも打順がちょっと、あ、そっか、まいちゃんが入ってるからですかね。6番。はい、じゃあ守備ですね。そうか、オープン戦レフトやってたからちょっとまた、あとあれだ、ボタンが逆なんですよねこれ。うん、一塁に投げるのが四角ボタン、だからライトだから一塁に投げること一塁に投げることないんで、まあライトゴロを狙える時あるかもしれないですけど基本はないんで、だからセカンドとサードに投げる用意しとかないといけないですね。これは特にサード、この場面だったんですね。はい、そういう意味では分かりやすいか。うん、まあこれもそうですね、サードに投げる準備をしとかないと。打ちました、引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。さあ次の投球、外角低め、ボール。第3球は3球目ストレーク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、アウトコース高め、ボール。あれ、これ結果が出るカウントからじゃなかったでしたっけ、守備操作って一球球こんな、なんかあれでしたっけ。第3球をそうじゃなかったっけ、打った、フラフラッと上がった。あ、全然ショートフライか。なんか打ち上がった瞬間ライトフライっぽく見えたんですけどね。あ、岡部投手、通信持ちのピッチャー多いですね。あ、やばい、ちょっとヒットが全然出なくなってきた。最初の勢いが0対0で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面、流し打ち、サードから1塁送球、アウト。与田軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ、守備守備が多いですね。ノーアウトランナー1塁という場面、打った、前取った、ピッチャーから2塁送球、2塁フォースアウト、オッケー、ダブルプレイ。よし、大事なの打席なんで。バッター今野、いや今の入ってますよね。いやきついな、危ない、今のはちょっと手出なかった。どう、あー正面だ、やばいやばいぞ。ちょっとここヒット打たないと、ここは先制点を与えたくない。これバックホームの準備ですね。打ちました、ファースト左横のフライになりました。打ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほど打ち合わせ席回ってくるかな。なんか0対0ですからね。よっしゃ、 OK、 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 よし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 。盗塁したくないですか。あ、でも加藤選手ちょっと走れないかな、さすがに。走力 D ですけど50ですもんね、近藤さん。うん、59と50じゃまた、ナイス、よし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 。ここ大事ですね、行ってほしい。
おお、3点入った。これもう一打席いきますね。はい、藤島、8回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは今野、ストライク。まずは見送りました。第2球何やってんのマジで。いや、なんかね、低めのストライクゾーンがちょっとね、なんか広くなってる感じがするから、結構いやー、守備機会、あ、フェアか、守備機会なかったなって言おうと思ったらフェアでしたね。第9投げた、初球から打ってった、打球は三遊間へ、頭が滑り込む、 OK、 ゲームセット。守備機会なかったな、ちょっと守備っていうかですね、ちょっと強いな、ヤクルト。なんかもうちょっと苦戦するかなって思ったんですけども、かなりいいですね。あ、4の1じゃダメなんだ。4の1だといまいちって言われちゃうんですね。結構きついな。3の1だったら大丈夫な気がしますけど。なるほど。結構大変だなぁ。勝利できないかな。あれ、誰にも会えなかったっすね。はい、じゃあ今回、あ、ごめんなさい、結構動画長くなりました。ちょっと走塁操作、あ、ちょっとですね、ちょっと気になってるのが、これでいいかな。ヤクルトのいっかな。これだったら今野さんも走塁操作で、やっぱりね、乃木坂のメンバーが盗塁を取れそうだったらそれはそれでいいと思うんで、はい、そうですね、今度から、あ、ごめんなさい、また間違えました、すいません。これをこれかな、勝ち越しのチャンスのみにしてもいいかもしれないですね。ちょ、結構時間かかったんで、はい、いいかな、ちょっとまた考えます。はい、で、今チームの状況としては今かなりいいですよね。10勝2敗ですもんね。かなりいい感じで、あんまりペナントと変わらない気がしますけど、投手がね、かなり良さそうなんで、はい、またちょっとね、もしかしたら怪我とかもあるかもしれないから、どうなるか分かんないですけど、どうかな。あとメンバーが結構、あの、レフトはコロコロ入れ替わってるから、外野ですね、いいんですけど、まあ、ある程度、今ぐらいがいいですかね。ある程度のメンバー固定されて、どっかのポジションコロコロ変わるぐらいがいいかな。例えばチーム方針、今、バランス重視にしてるんで、それを変えれば、これか。これ変えればもしかしたらちょっと変わるかもしれないですけど、例えば調子重視とか、したらまたちょっと変わるかもしれないですけどね。まあ、どうしようかな。はい、いろんなメンバー見たいっていうのもありますけど、はい、ちょっとね、動画かなり長くなっちゃったんですけど、まあ1,2,3,4試合、まあでも12試合やったんですよね。まあペナントと比べたらね、だってもうこれ12試合今日やったから、あとパート10、まあもしクライマックスとか日本シリーズ行ったとしてもパート20ぐらいで終わりそうですもんね。うん、はい。じゃあ、今回ですね、ここまでにしたいと思います。ちょっとね、動画終盤ヒットが出なくなってたんで、ちょっと、また次回からですね、気合い入れ直さないといけないですね。最初はね、本当に調子良かったんですけど、まあ今、トータルの成績で見たらそんなに悪くはないと思うんですけど、はい。全然首位打者とか狙える位置にいると思うんで、はい。また次回以降もね、頑張っていきたいと思います。はい。では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。